情報伝達の多様化、まあインターネットを含めた YouTube だとか、Facebook だとか、ランディングページだとかいっぱい出てきましたから、紙だけすればいいという時代ではなくなりました。印刷をしても今印刷通販がにょきにょきと台頭してきてますから、価格はかなりその競争力がないと。 受注できなくなくりましたそんな時に印刷って何だろうかということですね印刷ってのは情報を伝えることですから紙媒体というものを私たちは基軸にしながら、えー、コピーライターからデザインからウェブまでトータルで私たちはお客様の相談に乗れるわけです。そのののとじゃあ印刷物以外に地下鉄鉄広広告告だとか JR 私鉄の広告 看板広告、えー、媒体は多岐にわたりますフリーペーパーであったり新聞広告であったり新聞の折り込みであったりポスティングであったりまた DM であったりというように情報を伝える媒体はあたくさんありますものによっては今のうちわに QR コードをつけることによって、えー、観光ガイドそして多言語それから予約システムだとか あ遊ぶところ食べるところの案内が内輪から出てくるような時代ですそんな時に私たちは、えー、印刷の機械を回しているだけでは、えー、これから生き残れないと私は前から考えておりました、えー、そんな交通広告だとか新聞広告、えー、ラジオ、えー、テレビまではなかなか難しいと思いますが地域でスマホテレビ局をやることはそう 難しいことででもなくなくってきたわけですそのようなアドバイスをしてくれるのがラックカフェの、えー、メディア担当ですね、えー、これも社内で抱えるのは難しいわけですけど私たちがその地域で、えー、このようなことを交通広告だったらこの人がいいな新聞広告だったらここに頼めばいいなポスティングだったらここにお願いすればいいなっていう塊がラックカフェの周りのメンバーの 応援がなければ私たちはできないいと思いますそんな多メディアの依頼先を選ぶのもこのタブレットの中に収納してあればいつでも相談ができるわけですから、えー、ご興味のある人はこの紙面の裏面の右下のファックスのコーナーで、えー、送っていただければ、えー、電話で、えー 欲しい情報をお聞きして資料を簡単な資料をお送りしたいと思います。